ニュースポストセブンです。派閥パーティー禁止を主張してきた小泉進次郎元環境省が4回で利益1200万円以上のオンラインパーティーを開いていたことが分かりました。派閥の裏金問題を告発した上脇博神戸学院大学教授によると、政治資金パーティーには1回150万円までという上限や20万円以上の支払いを受けた席の住所氏名を公表しなければならないという規制があるとのことですが、小泉氏はオンラインと銘打って事実上の政治資金パーティーを規制の対象外となるその他の事業として計上することで、透明度の低い資金集めの手法をフル活用したとみられています。ニュースポストセブン。